最も弱い馬でありながら最も愛され続けた存在といえばこの馬ではないでしょうか。史上最弱馬春うらら、負け組の星として全国から多くのファンを獲得し、113戦して0勝という成績でありながら高知競馬のアイドル的存在だった春うらら。この春うららの単勝馬券を交通安全のお守りになる、リストラ防止になるなどの理由で当時売り上げが低迷していた高知競馬の救世主的存在になりました。この姿にあの天才ジョッキーの武豊が助けになりたいと春うららに騎乗を熱望。その武豊が騎乗したレースは全国放送され、瞬間最高視聴率は 19.9% を記録。結局その生涯で勝利することはありませんでしたが、天才ジョッキーをも動かした負け組の星春うらら、現在も千葉県にあるマーサーファームで元気に余生を送っています。